1989年以降の日本のコアコア、CBI の推移1989年以降の日本の消費者物価指数の推移消費者物価指数とは、末端価格の変動を表す指数。消費者物価指数の項目、構成費、算出方法には国ごとに違いがある。総務省が毎月発表する小売物価統計調査をもとに作成される指標で、 物価指数の一つ。1946年8月より調査開始。東京特部消費者物価指数など一地域での指数と区別するため、全国消費者物価指数と称されることもある。同省の定義では、全国の世帯が購入する家計にかかる財およびサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するもの。すなわち、 家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によってどう変化するかを指数値で示したものとなっている。国民の生活水準を示す指標の一つとなっている。消費者物価指数は経済の体温計とも呼ばれており、経済政策を的確に推進する上で重要な指標となっている。家計調査や GDP 統計における 家計消費支出など他の経済指標を実質化するためのデフレーターとしても利用されている。また、年金などでは物価変動に応じて実質的な給付水準を見直すことが法律によって定められており、この物価の動きを示す指標として消費者物価指数が使われている。日本銀行が金融政策における判断材料として使用しているほか、賃金、 家賃や公共料金改定の際の参考に使われるなど、官民を問わず幅広く利用されている。作成方法小売物価統計調査の小売価格の平均から個別の指数を作成し、家計調査からアウェイトを作成、統合して全体の指数を作成している。指数は基準年の家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、 どう変化するかを基準年平均イコール100として表すラスパイレス3式である。基準年は他の指数と同様に、西暦末日が0、5年で5年ごとに基準改定を行っている。家計支出上重要である価格変動の面で代表性がある継続して調査が可能である総合指数総合指数として二千八年現在、通常の総合指数の他に別形として 以下の3つを公表している。通常、ニュース等で報道される消費者物価上昇率や物価が上がったといった値は全国総合指数が使われる。消費者物価は個人所得等のデフレータとして使用される。例えば実質個人所得を求める際の式は以下の通り、コア指数一時的な要因により大きく変動する分野を除外するためコア指数が設定されている。 日本の場合、生鮮食品を除いた指数コア CPI が使われる。また、エネルギー価格の変動がコア CPI に影響を与えるため、食料及びエネルギーを除いた指数コアコア CPI が2006年より統計として加わった。日本でのコアコア CPI に相当するものを世界的にはコア CPI と呼ぶ。つまり、 世界の中央銀行で議論するときのコア CPI は日本ではコアコア CPI である。アメリカ合衆国では人口の約90%を対象とする全都市消費者物価指数が CPI として一般的に使用されている。アメリカ労働統計局が発表している。アメリカでは天候要因によって供給が大きく左右される。 食料と他国の需要と供給にも影響を受けるエネルギーを除く指数をコア c p i としている。家計調査では家計が支出した金額だけでなく購入数量も調査している。このため個別の品目について家計が購入した平均価格や購入単価を知ることができる。消費者物価指数の個別品目の価格動向と家計調査の平均価格や 購入単価の動きとはかなり異なった動きをすることが知られている。これは消費者物価指数では品質や性能を一定とした商品やサービスの価格を調査しているのに対して家計調査では家計が購入するものの品質が一定ではないからである。また同じ品質、性能の商品であっても購入する店によって価格が変わることがある。例えば、 新士服などではデパートで購入していたものをディスカウント店で購入するようになると品質が同じであっても購入単価が下落することになる消費者物価指数では同一店舗における価格が変化しなければ物価は変わらないのでより価格の安い店で購入するようになるといった家計の行動の変化による平均購入価格の変動を捉えることはできない1996年 アメリカではマイケル・ボルトンを委員長とする消費者物価指数諮問委員会がアメリカの消費者物価指数は実際の物価上昇率を平均1.1ポイント課題評価しているという報告書を公表し議論を読んだ。以降、アメリカでは広範な製品についてバイアス調整が行われるようになった。日本の消費者物価指数は 実態より1ポイントほど高めであることが知られており、仮に消費者物価指数で見て0%のインフレーションの場合、実際はマイナス1%のデフレーションである。数字が高めになるのは消費構成を固定して捉えている。消費者物価指数の算定対象に新しい品目が採用されにくい、実質的値下げを考慮していない、の3つの要因があるからである。 日本銀行の白塚茂則の集計では消費者物価指数はプラス0.9ポイントほど高めの数値が出る傾向にあるとしている。経済学者のクリスチャン・ブローダ、デビッド・イーワインスタインの研究では日本の消費者物価指数はプラス1.8%の情報バイアスがあるとしている。日本の消費者物価指数は5年ごとに基準改定があるが 改定の直前に誤差が最大となる。また、消費者物価指数は安売りが反映されなく、製品の質は考慮されにくい。消費者物価指数と内閣府が試算している GDP デフレーターの動きを比較すると大きく異なっている。この乖離については、対象の違いによる要因、算式の違いなどの要因が考えられている。GDP デフレーターは、 国内で生産されるすべての財、サービスの価格を反映するが、消費者物価指数は消費者によってのみ消費された財、サービスの価格を反映するという違いがある。GDP デフレーターは輸入製品の価格の変化を反映しないが、消費者物価指数は輸入製品のうちの消費者が消費したものの価格を反映する。消費者物価指数には、 自国で生産されていない外国から輸入された、財、サービスが含まれる。GDP デフレーターには、消費者が購入しないような工作機械、外国向けの販売品の価格が含まれる。ABC、投資に役立つ経済ワードボリューム6インフレ、野村アセットマネジメント。2020年6月27日閲覧。消費者物価指数統計局ホームページ。 ABCDEFG 消費者物価指数に関する Q&A 統計局ホームページ若田部省ともう騙されないための経済学講義公文社公文社新書2012年243ページ ABC アメリカ経済を知る第8回物価は経済の体温計大和総研2020年6月27日閲覧 a b 田中秀臣 デフレ不況、日本銀行の滞在朝日新聞出版、2010年、ページ。岩田菊夫。日本経済を学ぶ、筑馬書房、筑馬新書、2005年、246ページ。森永拓郎、日本経済50の大疑問講談社、講談社現代新書、2002年、133から134ページ。常年史、デフレと円高の何が、悪か、公文社。 公文社新書、2010年、80ページ。常年誌、デフレと円高の何が、悪化、公文社、公文社新書、2010年、81ページ。田中秀臣、不謹慎な経済学講談社、講談社ビズ、2008年、157から158ページ。常年誌、デフレと円高の何が、悪化、公文社、公文社新書、2010年。 76ページ。岩田菊を、日本経済に今何が起きているのか東洋経済、新報社、2005年、180ページ。AB 岩田菊を、日本経済に今何が起きているのか東洋経済、新報社、2005年、14ページ。AB 田中秀臣、経済論戦の読み方講談社、講談社新書、2004年、39ページ。ありがとうございます。